ハワイ50は新作ドラマの中でも際立つ人気を誇っています。本日は本作品を日本で盛り上げていただく特別ゲストのお二人をお招きし、お話を伺ってまいります。アロハー。それではまず簡単に小錦さんからハワイ50の見どころを教えていただけますでしょうか。そうですね、まずアクションたっぷりなドラマになります、うん。まあ、一番見どころはやっぱりこのハワイの景色、ストーリーがすごいスピーディーなんですけど、本当にずっとハラハラドキドキしながら見てて、はい、すごい飽きない、はい、作品になっております。プライベートでも作品とのつながりが非常に強いとお聞きいたしましたが。そうです、今回特に新しいリメイクの方がいろんな知り合いをこう参加してるし、ハワイの撮影現場にも行かれたんでしょうか。先月にたまたま寄りました、監督とか話して、突然いたもんだから、まさかその日に、セリフをもらって、このセリフとかこの役にしてくれないかって言われて、はい、で実際に、まあ、断りましたけどね。ちょっとコニーちゃんっていうイメージがあるから。ハワイ50の中で出てくるお気に入りのセリフがあれば、はい、英語で一言いただいてよろしいでしょうか。Book on Dano が好きです。おお、小錦さんいかがですか。 Book on Dano。 アメリカ全国でもみんなこうよく遊びで使います。遊びで使うぐらいもう浸透、ぶっこんでけっていう意味で。なるほど、はい。この間行った時はオアフに行ったんですけど、ハワイ島にぜひ行きたいです。何かやってみたいこととか。スカイダイビングじゃない。スカイダイビング。でも多分軽すぎるから多分飛べないと思う。僕は重いすぎるけど。結構ね、本当にスリムなんですけど、はい、今体重は現在どれぐらい。僕より軽い。そのぐらい。体重聞いてダメだよ。彼女より重い。遅くなりましたね。まだまだね。目標はまたちょっと50キロぐらい。足りないと思うから。散歩毎朝、まあ、1日2回ぐらいできる体ができたから。これからの次のステップはね、走るぐらいの体を作れないとダメなと。僕昨日帰ってきたもん、トライアスロン挑戦しました、はい、今回。そこで泳ぎの分だけ、ね、750m ぐらい泳ぎは自信あるけど、まあ、速さないけど、まあ、全部が参加できるような体に作っていきたいなと。次の2年ぐらいかけてゆっくりと。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。